ゆりちゃんより重い 6.7 キロでした今日はね。ゆりちゃんってちょっとね、昨日の一昨日くらい少し体調崩してたので 6.1 とかだったんですけど、ね、普段は 6キロの、半ばくらいなんですが、カンタちゃんはね7キロ近くになっちゃったということで、女の子より、ね、男の子の方が体重重たくなりますので、カンタ君まだまだね成長するかもしれません。どっちかというと葉っぱの方が好きな子で、ね、気が向いたらリンゴっていう感じですね。そのままちょうだい。あそこにあるの知ってんだ。だから降りたんだ。ひなたくん、ね、この中だと一番小柄ですね。まだ4キロ台です。寒いところに住んでいますのでね、歩くときに足がね、冷たくならないように、ちゃんとね、足の裏の方までしっかり手が生えています。作って。ね、あっちにもいるよ。先ほどからこういうふうに後ろ足でね立ち上がりますけども、私たちと同じようにかかとをしっかり地面につけることができる足になっていますね。ひなた、ほりほり。今リンゴ欲しくてね、みんな立ってますが、野生のレッサーパンダさんですと、この立ち上がる姿勢っていうのはね、威嚇のポーズでよくやります。ひなたかんたが7月12日生まれで、さゆりちゃんが7月13日生まれで、1日違いね、お誕生日ですので、来月ですね、7月に合同のお誕生日会をやりたいと思っています。はい、まだ情報公開されてないかもしれませんけど、まあ、7月の13日前後にやりたいと思いますね。もしお時間ありましたら、はい、ちょっとね、いつもよりは少しいいご飯をあげるのをやってみようかなと思ってますので、ぜひ、ね、お祝いしていただければと思います。